今やつから逃げ出せ。お前ら目を覚ますんだ。人のことばっかりに責任を押し付けるような大人たちに騙されるんじゃない。俺たちの未来は俺たちの手で俺たちが作っていくんだ、みたいなロックな若者がそろそろ現れてもいいんじゃないかななんて思っているようちゃんでーす。イエーイ。ということで、そんなくだりはどうでもいいんですけど、今日はですね、このギターですよね。え、どうだっけ、あそこ、なリサイクルショップで2980円で売ってたっすよ。で、赤いストラトキャスターみたいなやつです。はい。なんかでもね、2980円の割には弦も新しいしね、なんだろうね、なんかまあ大したギターじゃないと思うんですけど、まあもともと僕も上手なわけでもないし、まあ昔ちょっと趣味で弾いてたぐらいなんで、そんなに上手って、まあ、腕前とかそういうのを披露するというほどのあれじゃないんで、今日はですね、もうそのどう弾くかというよりも、このギターをちょっとねモディファイしていきたいと思いますよね。どこをモディファイするかというとですね、このネック、これをちょっとカスタムしていきたいと思います。このフレットとフレットの間をスキャロップのタイプにね、えぐった形にしたいと思います。オイスターじゃないですよ、スキャロップですよね。ここをそういう加工をちょっとしていきたいと思いますんで、使う道具はね、マキタですよ、マキタね。ミスタービッグのポール・ギルバートもね、そのギグのね、ライブのそのステージの後ろにはマキタっていう文字が入ってたぐらいなんで、道具はやっぱマキタを使ってギターはね加工していきたいと思います。ということで、やってみたいと思います。じゃあ早速加工していってみましょう。まずはね、分解しましょう、ギターをね。まあどうせ外すのネックだけなんでね、まあ、この辺はいいっすわ。ね、まずライン外してね、弦ですか、外れました。次はね、これを外して、ということで外れました。これで削っていきますか。削るのはもちろんね、マキタですよね。ポール・ギルバートも使ってるマキタで、やばそうこれ。ちょっとやってみようかな。どんなになっちゃうんだろう。いくよ、いくよ。
そもこれ鉄を削る用なんだよな。でもちょっとできてきましたよ、ほら削れてきたけど、ちょっといまいちだね。ダメだ、別の方法でやろう。マジか、失敗だ。じゃーん、これならいいな。ベルトさんだ、これですよ、ベルトサンダーですよ。これならいいんじゃねえかな。どんぐらいになればいいよこれ。ダメだな、なんかいまいちだね。こういきゃいいかな。あ、でもちょっと工夫すれば道具でも綺麗に削れそうだけどね。これで取り付けてみましょう。はい、行きました。ということで見てください、できました。赤いストラトキャスターみたいなやつ、リングベイみたいにスキャロップドタイプに加工できたんで、これで家に持って帰ってね、弾いてみたいと思います。
ということでできました。あの引きづらくなりましたし、あのなんかネックの反りが変わっちゃったんですかね。あとはこのフレットまで削れちゃってるところがあるから、これ直さないとちょっとダメですね。でもいいんです、こう見た目なんで。今回のやつはもうギターももともとそもそもそんな弾かないし、はい、いいんです。飾りフェラーリステッカーも貼ってあるんでいいんですよね。皆さんロックに行きましょう。ロックは反抗することです。自分が正しいと思うことはどんどん押し通していきましょう。そして間違っていることと間違っていると思うことにはどんどん反抗していきましょう。イエーイ。